Guten Morgen, Herr Sommers.昨日行けなかった。毎週科目恒例の朝ランニングに行ってきます。帰ってきました。57分間だいたい 8.6 キロぐらい。めっちゃペースはゆっくりですけど、有酸素運動みたいな感じ。11月にドイツでロックダウンが始まって、そっからサッカーもなくなって、増量期を始めようと思ってめっちゃ筋トレして、食べてタンパク質取って筋肉量を増やしてる途中なんですけど、やっぱり動かんかったら太るし腹出るし、そしたらサッカーいつ始まるかわからん状態で、急にサッカー始まったら動けんくなるから、さすがに週に2回ジョギングに行こうって11月に決めて、3ヶ月くらいだいたい朝ジョギング続いてます。これからも頑張ります。仕事行ってきます。今オフィスに向かってます。オフィスに向かってから現場へ行きます。今日も最高の一日にします。ホイテマイショーアイネンブンダシネンターク。3軒目終わりました。なんか発注したもんとか来ててバタバタしたから、ちょっとだけヘルプに入って、今から向かうのはルースラートっていうとこ。ルースラートは僕がサッカーしてるチーム、エスファーウニオルースラートっていう名前のチームなんですけど、そのチームがある町です。去年の8月ぐらいまで僕が住んでた町で、思い入れがあるというか、そんな感じの町です。行ってきます。今日もリファランドで頼みました。良くないです。もっと時間を作って自分で健康なものを作って食べれるようにします。